台湾地域の非政府間関係かつ実務関係を処理する台湾側の対外窓口として機能している。なお、台北への名は一つの中国問題への抵触を避ける形で便宜的に中心都市名を冠しているだけであり台北市政府の機関ではない。形式上は関係協会などを名乗る非政府組織の外国駐在事務所であるが 台湾当局の大外関係を所掌する政府機関である中華民国外交部が所管しており、通常の二国間関係で言えば、代表どころは大使館、弁事どころは総領事館、文どころは領事館と符合するただし、相手国から政府承認を得られていないため、外交関係に関するウィーン条約や領事関係に関するウィーン条約に基づく、 外交特権や領事特権は認められていないとみられ、国際法上非公式な代表部でしかない。アメリカ合衆国では、台湾関係法により、例外的に一定の権利が認められている。また、日本では、日中国交正常化前の中華人民共和国の中日美暴録貿易弁事所東京を連絡どころと、同様に固定資産税等の税金を全額免除したり、 職員に対する一定の便宜を図っている。2009年2月現在、世界各国122カ所に駐在し、貿易、経済、文化関係や、査証の取り扱いなど領事館のような業務を行っている。名称は国、地域によって異なるが、この記事では、代表どころと総称する。ほとんどの代表どころは、中華民国、台湾ではなく、 台北が付されている。相手国が中国の一つの中国政策に配慮しているためである。経済や文化といった用語が入るかどうかは国によって異なる。一部の国では中華民国、台湾が入っているが、その場合は代表どころではなく、商務代表団、商務弁事どころといった名称になっている。ただし、これらも中国からの圧力で、 台北に解消する例が増えている。中ヒューストン台北経済文化弁事所、台北中日経済文化代表所台北、中福岡経済文化弁事ところ1972年9月、日本国と中華人民共和国が、日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明に調印し、日本と中華民国が国交を断絶。同年12月、 後関係協会と財団法人交流協会との間の在外事務所、相互設置に関する取り決めにより、翌1973年に設置された。1992年、アト関係協会東京弁事ところから、現在の名称に変更した。日本における、事実上の台湾大使館の役割を果たしており、中華民国総統により選任されている代表者の、 中日代表は、事実上の中日中華民国大使に相当する。台北中日経済文化代表どころの、ホームページにおいても、民間の機構ではありますが、実質的には、大使館や領事館の役割を果たしています。と、説明がなされている。所在地は、東京都港区白金台5丁目20番2号。台湾政府の法人格が認められていないため、 不動産登記は購入当時の代表者個人名義のままになっているとされる。左小部、経済部、文化部、広報部、教務部、科学技術部、秘書部があり、広報部は日本語広報、情報誌、台湾集報を毎週刊行している。東京の代表どころの他に大阪、福岡にベンジろ、札幌、横浜、那覇に文所が設置されている。 民進党の沈水編政権下で台湾マサナ運動が広まったことに伴い、許容会中日代表が就任後間もなく台湾中日経済文化代表どころに変更したい、旨を表明していた。しかしその後も解消は実現せず、2013年3月現在も台北中日経済文化代表どころのままである。日本側のカウンターパートは、 公益財団法人日本台湾交流協会。台北事務所は台湾における事実上の日本大使館に近い機能を有している。ありがとうございます。